50年の歳月を経て再会した戸黒と玄海。2人は互いの生き方を否定して戦い、そして玄海は敗れた。戸黒は霊光波動拳の継承者である雄介に対し、 100% の力で戦える日が来たと満足そうに笑った。俺は戸黒を許さねえ。嵐の前、悲しみを超えて。これからお前に渡すものがある。これを持てるのは霊光波動拳正統伝承者ただ一人。今の霊力では 100% 戸黒には勝てん。雄介、確かにお前の霊力は上がったが、それでもこの試練を無事に乗り切れるか否かは勝負。これがこれからの戦いを生き延びるための正念場だぞ、ユウスケ。痛みは邪魔だ！どけ！今はぐっすり眠りな。お前の本当の戦いは目覚めてからだ。俺に霊気を与えなければ戸黒に負けなかったかもしれねえのに。小閻魔様、やっぱり玄海師範は。お前には告げておいたはずだ。いずれ玄海は後継者を育てて消えていく運命を担っていると。戸黒、技を超えた純粋な強さ、それがパワーだ。突き出す拳の風圧さえ武器になる。流派は使いこなしてやる。化け物め。クールな反面かなり好戦的だな。やはり私は五人の中でお前が一番好きだ。好きなものを殺すとき、自分は一体何のために生まれてきたのかを考えるときのように気持ちが沈む。だがそれが何とも言えず快感だ。能力も全てにおいて奴が上だ。何度イメージのカラスと戦ってみても俺には勝つ糸口さえ見つからない。クソ。おい、クラマー、ようやく一人目っけたぜ。裏飯の野郎見かけなかったか。いや、
どこ行っちまったんだあいつ。起きた途端結束会で飛び出しちまって、ばあさんはばあさんで大事な用があるとか言って戻ってこねえしよ。ったく。一人は教師、誰かはじきにわかる。やはり消えた霊気は玄海師範だったのか。誰だ。お前たち二人だけか。ちょうどいい。なんだおめえは。美しい的岡鈴木だ。鈴木？美しい的岡鈴木。すっぺと。お前が玄海に無様にぶっ倒された裏おとぎチームの恩人こと鈴木なのか。私のことを喋るときは名前の前に美しいという言葉をつけるのを忘れるな。だが今となってはその名も虚しく響くだけ。格の違いを見せつけられた今の俺はただのピエロになり下がった。最初から十分ピエロだったと思うが。ん？いや、何でもない。要件を聞こう。お前たちに渡すものがあってきた。それは前世の身と試しの剣。前世の身？試しの剣だと？これは浦浦島と獅子若丸に俺が与えたアイテムだ。前世の身は最近魔界で発見された時ただれの花の果肉だ。浦浦島は煙状にして使った。だが液体のまま飲めば長い時間陽子の姿に戻っていられるだろう。試しの剣はな、持つ者の木を吸い取って成長する昼過ぎで作ったものだ。持つ者の木を吸い取るな。これは変幻自在の妖刀だ。その姿は持つ者の木の性質次第だ。ちょっと待って。どちらのアイテムにも言えることがある。え？それはまだ実験段階だということだ。使った後でどんな恐ろしい副作用が出るかは俺にもわからん。わからんだと？使うか捨てるかはお前たちの勝手だ。じゃあ なぜこれを俺たちに。俺もかつてトグロと戦った。俺は 30% のやつを見ただけで恐ろしさのあまりトグロの靴の裏を舐めても助かりたい、そう思うほど取り乱して命乞いをした。すると哀れみを込めてやつは言ったよ。見苦しいのを通り越すと殺す気すら失せるね。あんたがカスにしか見えねえ。その後俺は腕を磨き姿と名前を変え裏おとぎチームを率いて大会に出た。だが見事お前たちにやられた。敵を取ってくれと言ってるわけじゃない。トグロより強い奴がいることを信じたいんだ。今回の戦いでそれが俺じゃないことがよくわかった。トグロの価値観をぶっ壊してくれる奴が現れるのを信じたいんだ。小山か。よくわかったな。今の俺はシャレが効く気分じゃねえぞ。まあな、ボタンもかなりしょげとった。どうもあいつは情にもろすぎて仕事に徹しきれん。玄海の式が近いこと何のために前々から教えてやったと思っとるんだか。俺がもう少し早くついてりゃ、ばあさんは飛ぶのに。間の抜けたことを言うな。何？誰が間抜けだ、てめえ。間抜けでなきゃ的外れの大バカもんだ。仮にお前が早く着いたとしても、玄海と戸黒の命を懸けた戦いの邪魔ができたのか。お互いが命を懸けて我の張り合いをやってる時にどの面下げて横槍入れる気だったんだお前は。うん、どうした。俺この手を離さんか。
限界の試練とはこの悲しみを乗り越えることでもあるのだ。強くなれ、ユウスケ。大成功ですな、左京さん。もしも今大会優勝すればですが、およそ8000兆と言われる大会収益、その 45% があなたの懐に飛び込むわけですな。およそ4000兆円、我々の想像を超える大金だ。勝ってこの大会で優勝したチームのオーナーの中には、その金で一国の独裁者となった者、永遠の生命に挑戦した者など様々いました。だがあなたは前回の優勝から全く沈黙を守ったままだ。そろそろ教えてくれてもいいんじゃありませんか。穴を開けたいんですよ。穴？穴ですって？大きな穴がいい。魔界と人間界をつなぐ境界トンネルです。境界トンネル、不便なんですよ。今は偶然にできる一瞬の歪みからしか互いが行き来できない。我々が人工的に空間を歪めると、拳大の大きさの穴を1回開けるのに200億円かかります。それゆえに人間界には小物の妖魔しか来れないんです。穴が小さすぎてね、不公平でしょう。より強大で邪悪な容器を持つ者ほど通れないなんて。どんな邪悪な妖怪でも自由に通れる道が維持できたら、この世の中もっと混沌として面白くなりますよ。イベンターの夢ですな、これは。前回の金と今回の優勝賞金総額を合わせると夢が実現するんです。バカな、あんたは一体。今までがギリギリの範囲だったからこそ大会も成り立ってきたんじゃないか。これ以上凶悪な化け物を召喚したら、我々やあなたの命だって危ない。わからない人たちだな。だから面白いんですよ。面白いでしょう。完全に異常だ。スース、あんたの異常さには気づいていた。これからは我々が大会を運営する。あなたたちが大会を運営する、そう言うと思って黙ってたんですよ。あなたたちのためにもね。やかましい、かかれ。トグロ、君は私をどう思う？異常かどうかは分かりませんが、やろうとしていることには協力しますよ。俺も人間界で強くなりすぎた。これだけでかい容器だと自然発生する小さな歪みじゃ魔界に行けない。
これで裏飯を倒しちまったらトンネルを開けてでも魔界に戻らなきゃな。戦う相手がいないからね。いい答えだ。飲むかね。酒はダメなんだ。オレンジジュースください。でもウーロン茶も捨てがたいですな。乾杯。いつまでそうやってるつもりかね。はあ、やれやれ。ああそうだそうだ、玄界からの伝言があったんだ。伝言？ばあさんから。出来の悪い弟子で本当に苦労した。当分お前の面は見たくないからこっちに来んなってな。そして最後に一言、勝てよだとさ。あのババア。この程度で値を上げてどうする。ダメだと思ってからが本当の勝負どころじゃ。基本は一つ、忍者よ。心を一つにすることが限界を超えた己をコントロールする唯一の手じゃ。ばあさん、返事だ。冥界までぶち込んでやるぜ。ゲトレクソババア。恨めしユウスケなの。ユウスケ。届いてるかな。ああ、きっと届いてる。ユウスケは玄界の死の悲しみを乗り越えた。いよいよ明日はトグロチームとの死闘が控えている。だが見上げる星空のようにユウスケの心の中に陰りはなかった。
いよいよ決勝戦だ。俺はもう悲しまねえ。ばあさんは俺に全てを託してくれた。あんたのためにも、トグロにだけは絶対負けるわけにはいかねえ。行くぜみんな、奴らを俺たちが叩き潰す。次回、波乱の決勝戦開始。きっちり肩つけてやんぜ。